さあ本日も牧場物語やっていきましょう。お、犬っころたちめちゃ寝てるね。可愛くないこれ。せっかくだから寝顔を撮っときたいところなんだけど。おー、可愛いね。ちょっと見てこれ。え、犬たちめちゃ可愛くない？猫も可愛いね、これ。え、これはね、写真撮りたくなりますよ。ペットたちの寝顔が可愛すぎる。お、いい感じで撮れたんじゃないのこれ。せっかくだから、ちょっとどっかに保存しておきたいんだけど、空きがなかなかないよな。ちょ、ここでいっか。よいしょと。可愛すぎる。さあ、いつものルーティーンやっていきましょうか。撫でると。撫でて起こしていきましょう。これが僕の毎朝ルーティーンですよ。さあ、そういったところで今日も牧場物語実況プレイやっていきたいと思うんですけど、その前に今日はね、本日は一点お話しさせていただきたいことがございます。で、こちらの内容なんですが、かなり緊急性が高いので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。そしてタイトルとかを見ていただいたら、何のことについて話すのか、すでに存じ上げている方もいらっしゃるかもしれませんが、ルーンファクトリー5の最新情報になります。皆さん、ルーンファクトリー5ってどういったゲームかわかりますか？まあ、ルーンファクトリー5というか、ルーンファクトリーシリーズって言った方が正しい言い方かもしれませんね。まあ、こちらのゲームの概要なんだけど、牧場物語の RPG 版みたいな、まあ、そういったゲームになります。まあ、厳密には違うんだけど、ニュアンス的にはま、そんな感じと受け取っていただければと思いますね。そもそもルーンファクトリー自体を知らないという人、興味はあるけどやったことないよっていう人、たくさんいらっしゃると思うんですよね。今回2月25日にオリーブタウンと希望の大地が発売決定して、現在進行形で僕も今プレイしてるわけなんですけど、このゲームを楽しめるんであれば、間違いなくルーンファクトリーも楽しむことができると思うんで、牧場物語ユーザーにとってはかなり重要な情報になるかと思います。で、その情報の内容なんだけど、なんとですね、公式生放送、ルーンファクチャンネル、新たな冒険へっていうものが、今日の20時から配信決定したみたいです。まあ要するにゲームの最新情報を届ける生放送っていうことだと思いますね。例えば任天堂であれば任天堂ダイレクトとかがあると思うんですけど、ただルーンファクトリーとか牧場物語の場合はそういったものがないから、こういった公式生放送で最新情報を出していくって形になるんじゃないかなと思いますね。で、配信時間帯なんだけど、20時っていうことは決定してるんですが、何時までっていうのは現時点で不明ですね。わからないけど。まあ、言っても1時間ぐらいじゃないかな。で、出演者としましては、最終兵器俺たちのヒラさん。そして、ミルキーヌさん？ミルキーヌって合ってるこれ。読みにくいな。で、スザキさん。千本木さん。なんかすごい個性的な名前だな。で、まあ、これらの方が出演されるみたいです。そして、このゲームの発売日なんだけど、2021年の5月20日木曜日になっておりまして、値段としましては約7000円。そして、限定版を買う場合は約1万円になってるみたいです。僕ももちろんね、購入して実況する予定ですよ。5月20日か。っていうことなので、今から約2ヶ月と3週間後か。おー、待ち遠しいね、これは。今からすでにウキウキが止まりませんよ。5月20日にルーンファクトリー5が発売ということで、牧場物語もかなり落ち着いてきた頃だと思うので、まあ、ちょうどね、発売時期としてはいい感じじゃないかなと思いますね。オリーブタウンと希望の大地が発売してから約3ヶ月後に発売でしょ？おー、ちょうどいい移行期間じゃないでしょうか。まあ、とりあえず、詳しい内容につきましては、今日の20時からの生放送を見て、ぜひ確認しましょう。そういったお話でした。そして、このルーンファクトリー5っていうゲームの内容を簡潔的にお話しさせていただきますと、ファンタジーの世界を舞台に、生活と冒険の両方が楽しめる RPG。物語は記憶をなくした主人公が自然豊かな街、リグバースにたどり着き、街の平和を守る警備組織のメンバーとして新たな生活を送っていく姿が描かれていると。まあこういったゲームの概要になります。まあ世界観としてはこんな感じですね。そういったゲームの概要になります。まあ言ってもね、やっぱり牧場物語と雰囲気とかはちょっと違うところがあるんですけど、ただ野菜を育てたりとか恋愛したりとか畑を耕したりとか、本当にねそういった基礎的なところは牧場物語って感じなんですよね。なので牧場物語ユーザーにとってはかなりおすすめのゲームになっております。だからは本当にね、冒頭に申し上げました通り牧場物語の RPG 版みたいな感じなのかな。まあまあまあ、今回20時から生放送が開始ということなんで、僕もねこちらの生放送を見させていただいて、どういった情報が出てくるのか、
そこを確認して、また後日動画にまとめさせていただこうと思います。そしてこのルーンファクトリーシリーズなんだけど、主人公や街、物語が毎回一新されていくので、これまでの作品を遊んでいなくても楽しめるのが大きなポイントかと思います。要するに、今までのシリーズ、ルーンファクトリー1、2、3、4が出てるわけで、それを遊んでなくてもルーンファクトリー5は楽しめるっていうことですね。なのでルーンファクトリーシリーズを今まで一度も楽しんだことないぜっていう人にとってもかなり楽しめるゲームだと思うので、そこもおすすめのポイントかと思います。まあそんな感じですね。ルーンファクトリー5か、いよいよ発売日が近づいてきましたよ本当にいよいよかって感じですよね。確か発売が決定したのが2020年のいつぐらいでしたっけ。結構前から発売が決定しましたよね。ただなんかいろいろあって、まあ、コロナの影響とかどんどん発売が延期していって、そしてようやく5月20日に発売することになったと、まあ、そういったゲームになります。だからまあ結構ね、延長を重ねてるゲームなんですよね。本来であればもう特に出ててもおかしくないのに、結局ね2021年に発売するっていうね。なんか最初発表された時は2020年の年末に発売するっていう、まあそういった噂だったからさ、あ、そうなんだって思ってたけど、結構長引きましたね。だけど、ルーンファクトリー5って約7000円するわけか。なのでゲームの中では結構割高ですよね。まあ任天堂スイッチのゲームって大体が5000円台ってイメージがあるけどさ、ルーンファクトリー5、税込みだと7700円になりますからね。まあ、言ってもね、ネットとかで買うと多少は安くなるけど、それでもまあ6000円以上するわけか。そう思うと結構ハードルが高いですね。あとはもう一つ気になるところがございまして、それが何なのかというと、やっぱエキスパンションパスの存在かなと思いますね。牧場物語オリーブタウンと希望の大地では、エキスパンションパスが登場するわけなんですけど、ルーンファクトリー5でも果たして登場するのか、そこがね、非常に気になるところですよ。ただね、最近の人気のゲームだと、大体がダウンロードコンテンツを用意してるので、まあ、多分ね、将来的に出るんじゃないかなと思ってます。まあ、さすがにね、牧場物語みたいに、発売と同時にエクスパンションパスも出します、みたいなことにはならないと思うけど、ただ可能性としては高いでしょうね。あとは、ダウンロードコンテンツで思い出したけど、あつ森の、ダウンロードコンテンツで結局どうなったんだろう。なんか出るっていう話はずっとね言われてるわけなんだけど、結局ね現在もまだ話すら出てませんからね。そしてこの間任天堂の公式から久しぶりにいい話があったかと思いきや、そちらに関してはサンリオコラボですからまあサンリオコラボも確かに嬉しいけど、ユーロダウンロードコンテンツもユーザーの多くが待ってると思うんですよね。特にユーロダウンロードコンテンツでオンジマとか追加されたら嬉しいんだけど、さすがにオンジマは難しいんかな、どうなんだろう。けどさ、飛び盛り時代のオンジマってめっちゃ面白かったよねまあ面白いっていうか香ばしかったよね。あれだけ香ばしいオンラインサービスもなかなかないよ。ぜひねオンジマ復活してほしいんですけど、どうにかならないかな。地味にねユーロダウンロードコンテンツで期待してるんですよね。まあ、もしかするとサブ島になるか別荘島になるかどちらかになるかもしれませんが、オン島も追加されたら超嬉しいな。そしてどうした？ジャコポ、今日は仕事だっけ休みだっけ、どういうことや。何、自分が仕事なのか休みなのかそれがわからないってこと？大丈夫っすか、記憶喪失か。お、蝶々こんちゃっす。その日やるべきことはすがすがしい朝のうちにやっておくに限る。いいこと言うな。けどその通りよ、起きてすぐやった方がいいよね。やらなければいけないことは、やっぱりさ、朝の起きたてって一番ね頭が働くと思うんですよ。やっぱりスッキリしてるからさ。ただ逆に夜にやる気が出るっていう人いると思うんだけど、ただ夜ってさ、やっぱり眠たいじゃないですか。眠気があるっていうことで集中がなかなかできないんですよ。なのでね、理論的には朝にやった方が一番良さそうな気がするけどね。朝起きて1時間ぐらい経ってからやるみたいな、そこが一番頭が働く時間帯な気がするわ。働いてても夕方とかになると露骨にしんどくなってきますからね。うわぁもう夕方か、死んでーみたいな。で夜になったら壊滅みたいな感じよ。俺もさ、受験勉強は夜というか朝にやってたね。よくだいたい朝一にやってたイメージがあるわ。お、ジャコボ、なんかイベントが発生したな。いいよ牧場主。どうした、お前も牧場で働きたいんか、雇ってやるよ。1時間あたり100ゴールドで。
これからラーシュとツーリングに行くんだ、一緒に行かないか。ラーシュって誰だ、そもそも。知らねえんだけど。そもそも誰だよ。俺はバイクは持ってないから、ラーシュの後ろに乗せてもらうんだけど、ちょっとダサいな。おい、ダセえな、大丈夫かよ。お前はそうだ、牛に乗ってこいよ。え？俺もバイク持ってんだけど。まあ、原付きだけどさ。って、なんで俺の場合は牛なの？明らかにおかしいじゃん。え、君たちはバイクなんでしょ？俺は牛なんでしょ？明らかに追いつかないって思うんだけど大丈夫か？そこは牛じゃなくて、せめて馬にしようよ。明らかに馬じゃないと絶対追いつかないと思うんだけど。あいつら4本足だからな。人間の場合は速いんだろ？いや、どうなんだろう。牛って速いんかな？なんか豚はね、めちゃくちゃ足が速いって言うのは聞いたんだよ。本気出せばめちゃくちゃ足速いみたいな。けど、牛はさすがに難しいんじゃないかな？どうなんだろう。そこまでね、マニアじゃないからわからないけど、その通り、そんなわけがない。あー、どうしよう。まあ、どっちでもいいか。その通り。その通りだ！あはは、冗談だよ。今日はラーシュ二人で行ってくる。俺も行きたいな。自慢かよ。俺も行きたいのにさ。ちょっと遠くまで行くつもりだが、お土産買ってこようか。お！ありがとう。マグネットとかキーホルダーとか、あるいはカレンダーとかな。それに、ピクルスとかも売ってんだよな。その土地で採れた野菜の。お、いいね。いらね。俺が買ってきてやるって言ってんだぜ。遠慮したら罰が当たるぜ。なんつってな。お、来た来た来た。え、君がラーシュだっけ。あ、ラーシュってこの子か。めちゃイケメンや。めちゃくちゃイケメンだね。ごめん、名前全然覚えてなかったわ。確か道具屋のラーシュだっけ。いいよ、ジャコポ、準備はできたか。あ、俺は準備できてるけど、バイクはどうしたんだよ。エンストした。故障中だ。今日は徒歩で行くぜ。いや、お前それさ、ツーリングって言わねえよ。散歩って言うんだよ。まあ、ダブルデートの可能性あるけどさ。おい、社畜。お前も誰か誘って来いよ。男4人でデートしようぜ、みたいな。やろう4人の恋のストーリーですよ。徒歩で？たまにはいいだろ。足腰の鍛錬になるぜ。お、アクティブだね。しょうがねえな。お前も納得するんかい。じゃあそんなわけだ、牧場主。今日は遠出は無理みたいだし、お土産はまた今度な。それじゃあ行くぜ、ジャコボ。後ろに乗んな。どういうこと？後ろに乗れったってバイクないじゃん。いいから乗れよ。こういうのは気持ちが大事なんだ。意味がわからん、どういうこと？おお、そういうこと。意味がわからん、大丈夫か。頭ラーシュイケメンだけど頭のネジぶっ飛んでんな。バスン、バスン、ブロロロロロ。おい、主人公引いてるぞ、大丈夫か。この距離感やばいね。結構距離空いてるけど大丈夫これ。これはドン引きですよ。うわ、一人で走ってった。わけわかんねえな。おお、冷静なツッコミだな。そして走っていくと。謎すぎるだろ、このイベント。まあ面白いからいいんだけどさ。はい、ということで本日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録をお済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。